七クマ。俺は冴島貴博、冴えない独身サラリーマンだ。営業部の柏木さん、後輩と付き合ってるらしいよ。いいな。恋愛か。俺にはほとんど無縁の話だな。俺は会社と家の往復の毎日を過ごしている。彼女なんてしばらくいない。もちろん彼女が欲しいと思った時期もあったが、独り身の生活に慣れてしまうと、年月が経つにつれて今のままでいいと思ってしまう。なあ高博、彼女はできたか？分かりきったこと聞くな。彼は佐々木陽太。陽太とは同じ会社に勤めており、こうしてたまに酒を交わす。そんなお前に朗報だ。今流行りのナナプルって知ってるか？ああ、マッチングアプリだろ。ああ、そのナナプルさ、結構出会えるらしいぞ。知ってるってことはもう実践済みか？いや、やってない。そういうの抵抗あるんだよ。もっと自然な出会いがいいな。バーで知り合ったとか、落とし物の届け主と恋に落ちたとか。おいおい、お前そういうとこだぞ。某 YouTube チャンネルのストーリーに憧れすぎだ。長年お前に彼女がいない理由が分かった気がするぜ。ああいうアプリって飢えた者同士が集まるんだろ。そんな中に足を踏み入れるってのは抵抗がある。そういうのは一度使ってみてから文句を言え。分かった、散々酷評させてもらうからな。あとは職業を入力して完成っと。何何？いいと思った人は右にスワイプするか。まあとりあえず適当にやってみるか。こんなんで本当に出会えるのか？こんなすぐマッチするものなのか？どこだろう？あの人かな。あの後彼女と何度かメッセージのやり取りをした。半信半疑だが、なぜかユキナさんは会ったこともない俺に好意的だった。オンライン上で知り合った人と出会うというのは人生で初めてだ。ちょっと怖いが経験だと自分に言い聞かせ、俺は仕事終わりに彼女と会うことにした。あの、ユキナです。高博さんですか？はい、よろしい。顔を見てすぐに分かった。俺たちは初対面ではない。この様子じゃ彼女も気づいているだろう。彼女は村上ユキナ、俺の地元の高校の先輩だ。しかも俺と彼女は少し訳ありである。よっ高博。なんだ、ユキナさんか。なんだって何よ、朝からお姉さんの顔見られて嬉しいんでしょ。別にそんなことはない。寝癖ぐらい直してきなよ、彼女に振られるぞ。うるさいな。ユキナさんは姉の友人だ。小さい頃からこうしてよくからかわれる。そんなんじゃ振られるのも時間の問題だね。バカにすんなよ。私のことキープしといてもいいよ。誰が？照れちゃって、ほんと可愛いな。はあ、高校生というのは非常に多感なお年頃だ。彼女のバカにするような絡みが俺は苦手だった。そんなある日のこと。別れよう。え？だって村上先輩といつもイチャイチャしてるじゃない。あの人と付き合いなよ。いや、あの人はただ単に姉ちゃんの友達で。言い訳はいらない、さようなら。ちょ、待って。くそ、どうしてこうなるんだ。俺にとって人生で初めての彼女だった。それを失ってしまった俺は冷静じゃなかった。俺はすぐさまユキナさんに怒りを向けてしまった。高博、突然呼び出してどうした？あんたのせいですよ全部。もう俺に関わらないでくれよ。ごめん。その後ユキナさんが俺に絡んでくることはなかった。今思えば言い過ぎだったし、ただの八つ当たりだった。そもそも別れたのはユキナさんのせいではない。ユキナさんに嫉妬したというのはただの口実で、本当は俺に飽きてきていたのかもしれない。でもこの時の俺は目の前の出来事にいっぱいいっぱいで、ここまでの想像を膨らませることができなかった。気まずいな。一方彼女はというと。高博くんって仕事熱心なんだね。ああ、まあ全く俺に気づいていない様子だった。絶対気づいていると思ったんだけど、俺の苦労も知らずに彼女は初対面のような初々しい空気感だった。まあ無理もないだろう。
10年以上も前の話だ。一後輩のことなんて覚えている方が珍しい。しかしこれはどう対応するのが正解なのだろうか。正体を打ち明けるべきか否か。そういえばなんでナナプルしてるの？やっぱり出会い探し？まあそんなところです。そっか、じゃあ私と同じような感じだね。ナナプルは結構使ってるの？ううん、全然。会ったのは高弘くんが初めてだよ。そうなんだ。高弘くんは？ああ、俺も同じ。そっか、じゃあ一緒だね。嬉しいな。昔とはだいぶ雰囲気が違うな。まあそりゃそうか、人間10年もあれば変わるもんか。会えて嬉しいよ、高弘くん。ん？含みのある一言のような気がした。気のせいだろうか。それじゃあ改めて2人の出会いを祝して。乾杯。乾杯。その後俺は数時間もの間彼女と食事をした。結局俺は学生時代の先輩後輩という話題には触れず、心にしまっておくことにした。それじゃあ、うん、あ、どうしたんですか？あのさ、財布落としたかも。え？俺さっきの店に電話してみますよ。ごめん。その後俺は彼女と歩いてきた道や待ち合わせ場所、交番をたどった。しかし財布が見つかることはなかった。どうしよう、終電なくなっちゃった。タクシーは？財布ないから。そうだ、いいこと考えた。え？高弘くん、今晩止めてくれない？ここから結構近いんでしょ？いやそれはタクシー代出しますよ。お金の貸し借りは嫌だし、私の家遠いから結構かかるよ。いやでも。お願い。結局俺は断りきれず彼女を家に入れることになった。へえ、結構片付いてるんだね。あんまりジロジロ見ないでくださいよ。何か飲みます？ビール。まだ飲むんですか？なんか今すっごく楽しいの。財布なくしたってのにテンション高いですね。あ、そういえば私財布落としたんだった。忘れてたのか。高弘くんとの時間が楽しいからそんなことどうでもよくなっちゃった。え？ねえねえ高弘くん。なんでしょう？あのさ、私ね。はい。ううん、なんでもない。よし、じゃあ今日は飲み明かそう。いや、明日仕事ですから。もう相変わらず硬いな。わかりましたよ、ちょっとは付き合いますから。それにしてもあの空気感、彼女は何を言おうとしてたんだろう。こりゃ参ったな。ベッドに寝かせるか。その後ビールを飲んだ彼女はすっと夢の世界に入った。一方俺はというと、女性と夜を越すというのが久しぶりすぎて、この夜は全然寝つけなかったのである。さーて、いっぱい飲み行くか。いいね。そういえばナナプルどうだったんだ？あったんだろ？ああ、それが。おお、なんだか分けありそうだな。実はさ。高弘くん、お疲れ様。え、ゆきなさん。あれね、高弘、もしかして彼女がねえの？ああ、そうだ、今日は実家に帰らないといけない日だった。そんじゃ飲みはまた今度な。おい、彼女さん、こいつを末永く末永くよろしくお願いします。はい。え、おい、ヨウタ、どうして俺の会社が？その答えはまた今度。とりあえず今から飲みに行こう。え、タカヒロ君にお礼がしたいから。そっか、よかったですね。現金は抜かれちゃってたけど、まあカードとか免許証は無事だったからよかったよ。あの日落とした彼女の財布は警察署に届けられたそうだ。俺は自分のことのようにほっとした。本当にありがとう、あの時は助かったよ。いえ、俺は何も。やっぱり高弘くんは優しいな。え？ううん。ねえねえ、今気になってる人いないの？今ですか？もしかして私？いや、それは意識していないといえば嘘になるが、まあご想像にお任せします。便利なセリフだな。あ、そうだ、そういえばなんで俺の会社わかったんですか？
答え合わせってやつを。そのうちわかるよ。え？結局何も教えてくれなかったな。変な人だ。おはよう、高博くん。おはようございます。って、え？どうして？待ちに待った答え合わせの時間だね。実は私の勤務先、高博くんの勤務先の上の階なんだ。嘘、同じビルだったんですか？うん。そんなことってあるんだ。会う前から知ってたんですか？まさか、たまたま見かけたのよ。そうだったんだ、驚きました。じゃあ僕、この階なので、仕事頑張ってください。うん、高博くんも。じゃあまた。待って。はい。高博くん、これは高博くんが大好きな運命ってものなのかもね。え、今日の仕事終わり、エントランスで待ってる。もう一つ答え合わせがあるの。答え合わせ？どういうことですか？待ってるから。ちょ、はあ、思い切ったことしちゃったな。扉が閉まり、彼が完全に見えなくなると、一気に体が脱力した。恥ずかしさや恐怖など様々な感情が入り混じる。でもやっとこんなに近づけたんだもん。これ以上先延ばしにすることはできない。私は本当のことを話して思いを伝えなくちゃ。もう二度と後悔したくないから。高博、お待たせしました。あ、来てくれたんだ。答え合わせなんて言われたら気になりますよ。よし、いい感じで釣れた。え、まさかの嘘ですか？冗談冗談、本当に答え合わせはあるよ。一体何なんですか？そんな面倒な空気出さないでよ。せっかく高校ぶりに再会したのに。いや、そうですけど。って、え？なんでそれを？しょうもない芝居しちゃってごめんね、高博。どうして？私が高博に気づかないわけないでしょ。そうだったんだ。じゃあマッチングアプリで会ったのはまさか偶然？あれはね。はぁ、今日もたまたま一緒の居酒屋にいるっていうのに、なんで声かけられないの？私ってば。そんなお前に朗報だ。今流行りのナナブルって知ってるか？ああ、マッチングアプリだろ。これなら高博に接触できるかも。聞いてたのか？さすがにつけたりはしてないよ。たまたま居酒屋が被っただけ。どうしてそんな回りくどいやり方で？私最近今の会社に転職してきたんだ。それでたまたまエントランスで高博を見かけてね。あの時のことを思い出したの。覚えてたんだ。当たり前じゃん、後悔してたんだから。私さ、すごく不器用なの。だからこの年になっても恋愛全然うまくいかなくて。あの時だってただ高博のことが好きだっただけなのに傷つけちゃった。ユキナさん、思い出したら改めて謝りたくなったの。でもなかなか勇気が出なくてね。それで結局あんな面倒なやり方をしたってわけ。でもどうしてあの時名乗らなかったの？勇気が出なかったの。それに高博ってばかっこよくなってて少し緊張した。かっこよくか。冴えないサラリーマンだと思いますけど。そう思ってるのは高博だけじゃない？そうですかね。あの、今更だけどさ、あの時はごめんなさい。いや、俺も言い過ぎました。そもそもユキナさんのせいじゃないし。本当ごめん。それとそのもう一つ言いたいことがある。もう一つ？高校の時高博のことが好きだった。そして再会して大人になった高博を見てまた好きになった。え？やっぱり高博との時間が好きなの。財布落としたこと忘れちゃうくらいだもん。面倒な女かもしれない、でも高博への気持ちは本物だよ。だから私と。ごめんなさい、それは難しそうです。ダメか。まあ無理もないよね。高校時代から嫌われている私が高博の彼女なんて無理よね。別にあの頃のことは何とも思ってないです。え？そうじゃなくて、ただ単に
俺はユキナさんのことを知らないから付き合えない。それだけですよ。こじらせた30の独身は慎重なんですよ。こじらせた31歳独身は焦ってるけどね。人それぞれってやつですか。正直ユキナさんのことを意識してますよ。でもまだ再会して間もないですし、俺は高校時代のユキナさんしか知らない。だから一から今のユキナさんを知っていきたい。それから自分の気持ちと向き合いたいんです。そっか、相変わらず堅実だね、高弘は。分かったよ。結論は急がないでおく。そうしてもらえると助かります。でもこれからはもっと私のこと意識させるから。ちなみに高弘のお姉様には報告済みだよ。え、もし付き合ったら海外から祝福しに来るってさ。根回しが早いな。覚悟しときなさいよ、高弘。はい。おはよう、高弘。おはようございます。今日会社終わり暇？はい、特に何もないですか。じゃあデートしようよ。いいですよ。やった。ちょ、いきなり何を。高弘が堅実に行くのは自由だよ。でも私がグイグイ行くのも自由だよね。まあ、あの時の責任は私が絶対取るから。彼女の言っていた通り、あの日から俺はユキナさんを意識してばかりだ。ずっと頭の片隅に彼女がいる。きっと俺は彼女が、その後俺たちがどうなったかはご想像にお任せします。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画ななくまでは思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。